実はあの聖書の中にも空の鳥がしばしば出てまいりますし、皆さんがご記憶でしょうか。ノアの箱舟の話が、えー、旧約聖書の創世記というところに出てまいりますね。で、箱舟が荒テ山に着いたときに、ノアは船の窓を開けて一番最初にカラスを放ったんですね。で、カラスが出てきます。 カラスはもう腐ったところであろうとどこであろうとこう止まりますので、えー、出たまま帰ってこなかったというような出来事ですけれどもその次に彼は、うん、鳩を放ったんですねで2回そのことをやったというふうに書いてありますが2回目には鳩がオリーブの若葉をくわえて帰ってきたお陸地が見えるなっていうようなまあ印なわけですねあれ皆さんあの鳩が オリーブを加えたとというのがあれもも聖書が、えー、起源なんですねで他のところは聖書を真似たというか聖書に習ったというか、えー、なんか煙が出てくるようなケースにも、うん、鳩が、うん、デザインされていたような記憶がありますが、まあ、ともかくとしましても、えー、カラスに鳩が出てきます次にですね、えー、イスラエルの人々がエジプトを脱出して アラノの旅路を送っていた時に毎朝のように天からマナ、パンのようなマシュマロのようなものが降ってきて彼らはそれで養ったということともう一つはエジプトにいた時は良かったあの時は肉が食べれたっていうようなことのつぶやきからですね神様はうずらを飛ばしたっていうようなことが書かれています聖書にはアラノの旅で毎朝マナを降らせ 時には肉が食べたいとつぶやく彼らにうずらを飛ばせたっていうふうに書いてありまして、ここにうずらが出てきます。ですからうずらの肉もうずらの卵も相当食べたんじゃないかな。そんなふうには思うわけですね。それから、まあ実際に、鷹と言いましょうか、えぇ、そういうような猛禽類も出てくる、るんですが、実は、神様が イスラエルの人々を荒野をずっと導き守り続けたという表現をわしわしが巣のひなを呼び覚ましそのひな,をひなの上を舞いかけり翼を広げてこれを取り羽に乗せていくように彼らをお守りくださったというふうにわしが出てくるのです。神様は、 わしが守ったんだよっていうふうにおっしゃってるんじゃないかなって、日本語で言うとそんなダジャレが出てくるかななんて、大変不謹慎なことでありますけども、そんなような感じですね。それから、予言書に参りまして、エリアという人が出てくるんですね。このエリアという人が、いろいろな身の危険を感じながら、ホレブという山のふもとに逃れる場面があるんです。その逃れる場面に、 カラスがまた再び登場するんです。実はこんな話をしようと思った時に、昨日の私の家で撮っている読売新聞に、えー、実は千葉県の松戸に住んでいる時和平中学校の2年生、安本直樹くんがカラスっていうテーマでですね、子供の歌を寄せていたんです。ちょっと紹介してみますね。カラス。僕には嫌いな時が、僕には嫌いな鳥がいる。 何もしていないのに襲ってくるのだからカラスのことなんですね僕はその姿を見るたびにビクッと怯えてしまうもうよせそんなことはいつも心の中で叫んでいるっていう <laughs> 子供の歌なんですが相当あの直樹くんはカラスに痛めつけられたみたいなんですねでそのコメントにですねえー、平田敏子先生という先生が こんな風に書いてありました。カラスと仲良くなる方法はないものでしょうかという風うに書いてありました。さて、カラスと仲良くなる方法。実は聖書に出てくるのです。今申し上げましたように、エリアとカラスです。神様はカラスを使わして、エリアの上を満たした。カラスに食べ物を運ばせてですね、エリアに食べ物を食べさせたっていうような場面が、 出てくるわけなんですまあ聖書の中に「鳥」についてこういうふうに様々と出てくるのでそれをまた興味関心があるのかなというふうに思います。さてイエス様は実に私たちに対して「空の鳥を見なさい」という空の鳥を通して神様の祝福神様の守りそして神の国の豊かさそういうものを私たちに お表しくださってお示しくださったのではないかな、っていうふうに思います。ですから、イエス様のメッセージには、天国の奥義が非常にわかりやすく記されているんじゃないかな。それが、ガリレアの湖からちょっと登って小高い丘のところで、イエス様がお話になられたと言って、今、えー、映像が出てくるんじゃないかなと思います。これが えー、このちょっと坂になってますがこれが逆に下りますとガリラヤの湖なんですねで湖のほとりから20分ぐらいこう登りますとこのところにまあ幸いなるから幸いなるからとおっしゃった記念の教会が建てられているわけですですからイエス様はここで空の鳥を見なさいというふうに、えー、お語りになったのではないかな2000年前の今日も2000年後の今日も おそらく鳥がさえずっていたんじゃないだろうかなというふうに思うわけです。ですからイエス様のメッセージっていうのは誰にもわかるメッセージ。子供にもわかる。そういうメッセージだったんだな。そのことを通して神の国の素晴らしさを私たちに表してくださっているんじゃないかなというふうに思います。井上久志さんという方の座右銘にこういう言葉があるんですね。 難しいことを優しく優しいことを深く深いことを面白くこれは2,000年前にすでにイエス様によってお話しされたのではないかなということさえも思わせられることでございます大阪の町におられたあるクリスチャンのサラリーマンの方がお話しくださったお話が大変記憶に残っております 彼は毎日朝早くから夜遅くまで会社に出かけて行って人間関係や仕事の大変さ、煩わしさ、そんなものにもクタクタになってしまって、えー、いました。で、でありながら自分はこれじゃダメだ、これじゃいけないと思いながら、ある日一年発起してですね、本屋に行って聖書を買ったって言うね。聖書を読んでみよう。で、新約聖書を開いてみると、 まず皆さんご記憶である,で,あるでしょうか。最初に開くとカタカナばっかなんですね。こんなことがわかるかなみたいな。わからないかなとかでカタカナばっかでどうしようみたいなこう感じで、とにかく我慢して読み続けていったんですね。そしたら、ハッとぶつかったのがこの言葉です。あ、これなら俺にもできる。空の鳥を見てみなさい。俺だってできることが聖書に書いてある。それだけでも彼は感動しましてね。よし。 今日はとにかく何が何だって鳥を見つけて何の鳥か、うん、どこにいる鳥なのかどういう鳥なのか、えー、とにかく彼は出勤の電車の中でも釣り革にもももも持ちながらですねああ、鳩が飛んでるあカラスじゃないかああ、ツバメがいるとかですね鳥、鳥、鳥もう会社の会議中も大体は寝てたんですけども今日は違う窓から飛んでくる鳥の姿 つばめが勢いよく飛んでるなとかですね。ああ、あそこで鳩がフンをしてるな。フンなんて言うんですかね。うそういうようにとにかく一睡もせずに珍しくもうずっとですね鳥、鳥、鳥、鳥いうふうに今日は一体どれだけの鳥を見ただろうなと思いながらもしかし昨日も一昨日も,昨日も今日も変わらない疲れた人間関係のその煩わしさや仕事の大変さやもう本当にほとほと 疲れ果てだなあと床に着こうとした時に彼は自分の心がどこか爽やかというかどこか穏やかというかどこかいつもと違うじゃないかみたいな気持ちに感じたんですねそれは「あ,あ空の鳥を見よ」ってキリストが言ったけど俺は今日どれだけ鳥を見たかなと思い起こしながら「ああ,あの鳥この鳥この鳥あの鳥も」 生きているというよりも生かされているんだ。そんなことからですね、俺もそうなんだ。俺もなんかいやいや生きているみたいな思ってるけども、生かされているじゃないか。ゃあ誰に生かされているんだ。そんなことがきっかけでですね、彼は教会に通うようになって、聖書を一生懸命読むようになって、天地万物を作られた神を知り、神が私たちのために使わせてくださったイエス・キリストとの出会いがあったというような、そんなユニークな 信仰に導かれたお話を忘れることができないんであります。そういうようにして、イエス様は空の鳥を見てごらんなさい。この見るっていう、まあ、ギリシャ語の言葉なんですけども、えー、日本語では見るという、まあ、見文録の剣という字が書かれて見るなんですけども、英語では look at という言葉に訳されている場合もあるし、see 見るってうね「see」という言葉に訳されている言葉もありましたけどももう一つの英語の聖書では「behold」「behold」イエス様は実は「look at」でもなければ「see」でもなければ「behold」「見なさい」というこの,言葉,のもも言葉が持つ意味の「見なさい」「見てごらんなさい」というふうにおっしゃったんじゃないだろうか。この「behold」っていうのはですねじっくり見る。 じっと見る熟視してじっくり見てよく考えてあそうだからそうしようという結論を下すような見方をするという意味を持っている言葉が「ビホールド」という言葉なんだというふうに説明がありました時に「あ,あイエス様のおっしゃる見なさい」というのは「鳥が1羽鳥が2羽鶏が2羽」そういうような 意味での味方ではなくて、あの鳥、この鳥、養われているんだ。生かされているんだ。誰に、撒くことも、狩ることも、蔵に取り入れるようなこともしない。今日どうやって一日過ごそうか。人間関係って言いますけど、鳥関係の煩わしさがあっただろうか。思い煩う、心配や、くよくよすることや、明日どうしようかっていうようなことがあっただろうか。 そんなこともない、そういう鳥が今日も養われているっていうことをじっくり思えば、あなた自身の一日が神様によって養われ、守られ、過ごすことができない一日でない、あるはずがないっていうふうに、エス様がおっしゃったんだっていうことを思わせられるのではありませんか。あなた方は、彼らよりも、鳥よりも、はるかに優れたものではないか。万物の霊長って言いますよね。 被造物のすべてのトップに、えー、いる人間が、人間こそがと言ってもいいくらいに思い悩み、煩い、心配し、苦しみ、なんでだろうと思うことがたくさんあります。いや、これが私たちの生きている現実であろうと思いますが、その現実の中で、一羽の鳥でさえも養っていてくださる神様に、 天の地なる神様に私という一日という私という存在をお任せすることができないだろうかそんなことの大きなチャレンジではないかなというふうに思いますさてイエス様は鳥の話ですがスズメの話をなさったことがあるんですよね、うん、クリスチャンの方はあそうだスズメの話があったなというふうに思い起こしてくださるんじゃないかなと思いますが マタイによる福音書の十章というところを見ますと、こう書いてあるんですよ。二羽のズメは一サリオンで売られているではないか。しかし、しかも、しかも、あなた方の父の許しがなければ、その一羽も地に落ちることはありません。また、あなた方の頭の毛までも皆数えられています。だから、 恐れることはないあなた方は多くのスズメよりも勝ったものではありませんかとイエス様はおっしゃいましたさて2羽のスズメは1アサリオンアサリオンっていうのはローマの貨幣の単位なんですけどもまあどうでしょうか100円ぐらいと考えたらいいかもしれません2羽2羽のスズメは100円出せば100円出せば2羽買えるよっていうことなんでしょうその 一話も神様の許しがなかったら地に落ちないよ。そういう意味において私たちは神様の許しの中にというか、神様の祝福の中に生かされているんですよというふうに受け止めることができるんじゃないだろうかなと思います。それだから恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものなんです。さて、ルカによる福音書に イエス様は別のお話だったんでしょうか。こんなお話をなさいましたよ。ゴアのスズメは2アサリオンで売られているではないか。しかもその1話も神の見前で忘れられてはいません。その上、あなた方の頭の毛までも皆数えられている。恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである。 さて今日はあの算数のお勉強をちょっと今からしたいなと思いますけども1アサリオン出すとスズメは何は変えるってイエス様おっしゃったんでしょうか1アサリオン100円出すとスズメは2は変えるでしたねじゃあ200円2アサリオン200円出せば4は変えますよねところがイエス様は5羽のスズメは 二アサリオンで売られているじゃないか。つまり、二アサリオンで5話買えるって言うんですよ。二話なのに5話なんです。その、その一話はどうしちゃったのえい、ー、負けとけって言って一話つ,つ,つけてくれたのかな仮にですね、負けないって言って負けてくれた一話。そんな一話でさえも、神様の許しがなかったならば、死に落ちないんだよ。 数に入っても入らなくても、いや入りゃもうけだけども、なくても元々ない。そういう一話でさえも、父の許しがなかったならば、地に落ちない、っていうふうに記されているわけですよね。そうだとすれば、まして、あなた方に対して、天の父なる神様はそれ以上に愛し、それ以上に祝福し、 それ以上にお守りくださらないはずはないじゃないか。そうおっしゃってくださる。あなた方の父の許しがなければ、その一羽も地に落ちることはない。そして、イエス様は、それにまるで付け加えるかのように、その一羽も神の見前で忘れられてはいない。すごい言葉だと思いますね。 私なんかもう覚える覚えるっていうことよりも忘れる方が先みたいなふうにしてどんどん忘れてしまうようなことなんですけども神様は「えいおまけだ負けとくぞ!」って言って付け加えた1羽の雀のようなものででさえも神様の前では忘れられることがないんだという1羽の存在に対してイエス様っていう方はどれだけ心を注いで この一話についてお話しくださっているんだろうかなっていうふうに思うわけですだからといって今日お互いが神様の前におまけのような一話だいどうでもいいような一話だいって申し上げるつもりはないんですでも私たちが謙遜な思いで神様の前に出れば俺っていう存在は私っていう存在はどういう存在だろうか値打ちがあるんだろうか価値があるんだろうか本当に あの人とこの人と比べてどうなんだろうかそんなようなことを思う以上に神様の前ではあるものは罪や不信仰や頑固さ以外に何にもないじゃないかいいところ何一つないじゃないかもう神様の許しがあるとかないとかじゃなくて立ちどころに地に落ちるもう失せてなくなるようなそんな存在の一話そんな存在の私に対しても 天地万物を作られた宇宙大の神がこの一人をいかに覚えて忘れないで愛して祝福してくださるだろうかということを受け止めるときにね、ああ、この地上でのさまざまな心配や恐れや不安は大丈夫だ、大丈夫だ、そういう確信の中で生きていくことができると思うんですが、いかがでしょうか。恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも 勝ったものだ1羽のスズメとか2羽のスズメとかっておっしゃってますけどここでは多くのスズメよりもスズメが1羽で価値がない2羽,でも 2, 羽2羽ばかりでは価値がない3羽を集めたらどうだ5羽集めたらどうだ10羽集めたらどうだそれ以上に多くのスズメを集めてお前さんと比べてみてもお前さんの方がもっとはるかにはるかに優れたもんだよっていうふうに イエス様は私たちをご覧になっていてくださるっていうのもすごいじゃありませんか私たちに対して本当に神様は神様の目には本当に麗しく価値がある高価で尊いものだとイザヤ書にも書かれていますけれどもそういう一人一人なんだということを覚えながら思いっきり神様に向かう感謝を捧げたいと思います、えー、当たり前だではなくて 本当ににこういういいものが豊かに顧みられているんだ、愛されているんだ守られているんだ祝福を受けているんだっていうことを思いっきり信じて主に従っていくことができるものになりたいと思います。ですからこの先ほども映像でご覧になった山の上で「イエス様は五章六章七章」6章7章と「三条の水訓」っていうふうなメッセージをお語りくださいましたけれどもその中で繰り返し繰り返し語ってくださっていることは なぜ心配するのですすか心配するのはやめなさい心配は無用ですこういう言葉を繰り返し繰り返し語っていてくださるのですそしてイエス様がこの世を去ろうとする最後の夜の時に弟子たちに語られた遺言決別説教の一番最後の部分ではあなた方は世にあっては困難がありますでも勇敢でありなさい 私はすでに世に勝っているんですとおっしゃってくださっているお方が心配するな心配は無用だ思い煩うなそう繰り返し繰り返しおっしゃってくださるイエス様が私たちの一日一日を守り導くことのできないお方だろうかということを思う時にああ空の鳥をこれからもう一度改めて look at じゃなくて see ではなくて behold 空の鳥を見て よよくよく考えてごらんなさいああ私のような存在もこの天地万物を作られた宇宙大の神に愛されているんだな祝福をいただいているんだなそうです神は実にその一り子をお与えになったほどあなたを愛してくださっているっていうのが聖書のメッセージです。神様は イエス様という命を惜しみなく私のために犠牲にしてまでも私を愛してくださるお方が思いわざなうな心配するなこれらのズメよりもはるかにはるかにまったものなんだよ私はあなたを愛していると何かこう天地が揺れ動くような響きを皆さんがお感じになることができたらどんなに素晴らしいだろうかなそういうふうに思わせられます